はい、どうも皆さん、こんにちは、野永井です。今回、グランドシフトオート5やっていくんですがですね、まあ、ここにいろいろとトレーラーを用意しております。まあ、フェイマーシェイムのやつもありますし、この車を乗っけるこいつもございます。さらにさらに、マイケル君のボートですね。これもございます。ちなみにこれ中どうなってんだろう。まあ、ちょっと本題から外れちゃうんですけども、こいつ、ちょっと乗ってみてえな。消えてもうた。いやいや。ということでですね、今回何やっていくかと申しますと、リクエストいただきまして、ボルボのトラックで、手配度4でマップ一周というお話なんですが、ボルボのトラック、探したところ、トレーラーしかなかったっていうことでね、それでいいのかなっていうことで、ダウンロードしてまいりました。あちらに見えますですね。あの赤いトレーラードッヘですね。こいつでやっていきましょうか。ちなみに、これがボルボのですね、NH12 って書いてあります。はい。これですね。やってまいりましょうか。トレーラーはインパクト重視でフェイマーシェイムでいいかな？よいしょ。よいしょ。あ、そう。これ間違えて出しちゃったんだ。この、なんつうんだろう。好きみたいなやつ。じゃあちょっとこの辺持ってきて。OK。はい。ちなみにですが、これちょっと、あれできるかな？改造ですね。ちょっとやってみたいですな。ホイールとか。固まっちゃった。ほい。つうことでやってまいりましょう。あ、カラーチェンジぐらいできるかな。ちょっと怖いけど。あ、できる。4、5、6、7、8、9、10。OK、行きましょう。ただいま時間は、3、2、3。OK、いい時間だ。したら、一応無敵はつけさせていただいております。そしてですね、モンテッドレベルが4でしたっけ？はい。こちらででは参りませんスタート。おお。ちなみに細部観察のコーナーも行きましょうか。中身、こんなの。お布団付き。了解。いいのか、こんなの。すごいね。この後ろのトレーラーはそういう特性なのかどうか知りませんが、こうパンクをものともしないですな。ちなみにこのトレーラーもですね、前回同様にリミッター解除しております。そうですね、マップ一周ですからな。やっぱ空気感が違いますと、こうなんつうんだろう、この夜明けの感じとか、あと手配されてる時のこのスポットライトの感じとかも変わりますね。ちょっと後ろ邪魔になってきたぞ、早々に。後ろ早々に邪魔だった。あのこれついてることでね、延々コントローラーがブルブル震えてるんですよ。これ延々コントローラー震えてるの非常に邪魔なんですけど、なんてな、邪魔くせえなー、これ邪魔くせえなー。取っちゃおっかなー、これ。まあいいや。北の端に着いたら取りましょう、これ。もう、邪魔くせえ。手がほんとずっと一生ブルブルなんだもん、これ。てか、透けてますね、このトレーラーね。なんでだ？なんで透けてんだ、これ。すげえ不思議だな。トレーラー透けてんな、これ。おお、取れちゃう。取れちゃうって意味わかんないけど。取れちゃえって意味わかんないけど、取れちゃうね。これ邪魔だ。おお、これ透けてんな。もう前見えるんだもん、これが。だいたい車の位置とか。ほら、ドクドク。お、バスって音がした。これで全てのタイヤは、トレーラーの全てのタイヤは破壊されてきた。あと1個生きてんのかな。ふわっふわだよ、これ。ふわっふわだよ。道路が綺麗。道路が綺麗だ。なんつうんだろう。岩のもっこりも綺麗だ。うん。いいな。
なんかすごい息粉いいですね、この、なんちゅうの、グラフィックモード。そして、このトレーラーに全然触れてないけど、いいの？トレーラーヘッド、トレーラーついてることで、トレーラーヘッドがすっげえ地味なんだよ。危ないよー。あの森の方とかすげえ綺麗っぽいな。水もいいし。なんかこれ、綺麗すぎてさ、この警察官と戦闘したくないですな、あんまり。そういう意気分じゃないの。さて、もうそろそろですか、北の橋は。ね、早いとこ、あれだな。この後ろを切り離していた。若干透けた感じとかもすっげえ気になっちゃうんだよな。ちゅうことで、これでやってるんですか。いやー、朝も綺麗だ。春はあけぼのっちゅうけどな、これはいつなんだ。たまに桜が咲いてたりするもんな、GTA って。じゃあ朝なのかな。朝なのかな、じゃねえ。春なのかな。畑の感じもいいですね。こう来ると、なんかカリフォルニアっつうよりもオクラホマとかテキサスとかそんな感じもするけどな。テキサスって言ってもわかんねえな、もうハードそう。オッケー。さあ、これでちょっとは軽くなったな。ちょっとメーター見てみようか。これがね、加速度はね変わりませんが、最高速のリミッターを解除してるので、うまーくいけばメーター振り切るはずなんですよ。まあ、リミッター解除っていうか上限をね、1600キロぐらいにしてるんですね。時速、そういうこともできちゃうからモッドは楽しい。絶対に到達しない速度。でも200ぐらいだったら頑張ればいけんじゃねっていうような設定。ちなみにデフォルトだとまた130ぐらいなんです。これが時速キロメーターなのかマイルなのかわかんねえけど、単位が。ちょっとこれで行ってみるか。この画面酔いするという定評のこれで。いや、勝て勝て。なんか別のゲームからこれデータ引っ張ってきたみたいな感じのポリゴンだよね、このモッドは。なんだろう。はい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 。何キロですか。あ、でもまだ100マイルは出てないか。うん、十分速いですな。頑張れ頑張れ、まだいけるぞ。最高速チャレンジをするんだから。市長もうリミッターかかっちゃったかな。いや、リミッターはかかんないんだな。ギアが間に合ってないんだろうね、これ。トップに入っちゃったら全然加速しないから。これはどうだろうか、来週ですかな。なんか全然喋ってない気がするよ。なんとなく間は繋いでるけども中身のあること全然喋ってない気がするよ。ですね、前回愚痴っちゃったからな。愚痴は良くないんだよな。これ、ここから、ここまでちょっと左入りましたよ。左入れなかったからいいや。何もかも中途半端。何もかもが中途半端です。年末ですよ。最近はほんとね、動画を毎日上げるっていうのがあんまりできてなくて本当に申し訳ないですね。これ公開されてる時も確実的な感じの2日に一遍とかそういう感じに出しちゃってると思うんです。本当に撮る時間がねなくてね、部屋寒いな、もうさっきから声震えちゃってるけど、声超震えちゃってさ、部屋超寒いな、これ息が白いんだよ本当に。部屋寒いの。そうで、
全然取れてないんですよ。取れないのが辛いんですな、本当に。もっとね、いっぱい動画撮りたい。年末年始は特にないですよ。本当に。そうですね、皆さん、何ですな何ですな。なんか話をしようとするときの癖になっちゃってて、そうですね、皆さん何ですなっていう、何なんだよっていう、この喋り始めね。なんか面白いことでもありましたか。こっちが聞いちゃってるけど、絶対に答えの得られない問いかけをしてるけど、なんか面白いことでも ありましたかね。寒いな。うちはですね、なんでしょうかね、なんか貧乏なんだな、うちは、うん、うちはなんか貧乏なんだ、うん、全然ね、うん、あれなんだな、年収がいいや、なんでもないっす、知らねえ話になっちゃう。グランドセフトオート5もですね、発売されてから来年で5周年となるんですね。早いことですよ、本当に。5周年って言うと、だって5年前におぎゃーと生まれた子供がもう5歳ですよ。もう5歳って言ったら割かし人間ですよっていうことを前にも言った気がすんな。前にも言った、うん、割かし人間だ、うん、割かし人間になってる。ちなみに5歳の頃皆様は何してましたかね。私は何してたかな、ね、2歳頃から何歳だろう、3歳頃までなのかな、違うね、4歳、5歳か、5歳頃まで京都いたんですよね、私は。だから、関西からの帰国子女という、親父は福島出身で母親は北海道出身という、かなりの、だからトリリンガルですな。トリリンガルですな、うん、あの 母の北海道の方が若干入ってくる時がある、若干入ってくる時がある、うん、トリリンガルなんですよ。で、関西とあと日本語じゃねえ、標準語を日本語と呼んでしまったら語弊がある、うん、若干の北海道と若干の関西と、そして東京というトリリンガルです。素晴らしいでしょ。よいしょ。寒いな。畳なんですけどね、畳は夏が涼しくて冬が暖かくなるっていう、そういう素晴らしい敷物として評判があるらしいですけど、世界ではそんなことはねえんだよ。寒いよ、畳やっぱ寒いよ。窓のサッシもね、北風ピューピューなんですよ。窓がでかいからかな、うん、悪い意味で窓がでかいから、窓によって部屋が冷やされちゃうんですよね。さて、といったところで、3分の2ぐらいが終わったから、4分の3かなってことか、悪いな、馬力がすごいな、ね、馬力がすごいよ。どっちだ、あー今降りた方が良かったな、降りた方が良かった、降りた方が良かった、後悔があるけど、そこがちょっと欠けてるから、そこから飛び降りよう、うん、こっから飛び降りますって思ったけども、飛び降りなくても降りれますな。じゃあ飛び降りない、安全が一番。ここで左の道に入れたって、これ上交差だって、これ左行けないのか、じゃあ安全じゃなくていいや、安全じゃなくていい、重い重い、ブレーキが全然効かない。それとなんでこんなサスペンションが低いんだから、すげえ車庫端じゃねえですかこのトレーラー、うん、今思ったの、すげえ車庫端ですな、ね、よいしょ。やっぱなんだろうな、空気感ね、もう空気感の話ばっか、あ、やばいやばい、見ちゃいけな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 い、
今後使うモッド車両が出ちゃった見えちゃいけないやつ、今後使うやつでした。砂浜に行きたいのでどうだろうか、この辺で左折。うん、ボルボね、ボルボのイメージってさ、ほんと勝手なイメージだけど、フロントライトにワイパーついてるイメージなの。でもこれついてないよね、ヘッドライトワイパー。省略かな、それでももともとついてないモデルなのかな、これは。北欧の車ですからね、ボルボ。それとね、やったら硬いよね。頑丈な車が欲しければ走行車に乗ってりゃいいだろうって思うんだけども、硬いよね、もう安全設計で。といったところで約一周、マップ一周いたしましたね。まあこの遊園地を越えたところで、一周でございます。いやー綺麗だな。なんかオブジェクトの一個一個がくっきりしてるよねとは。といったところで、今回これで終了いたします。まだか、まだな、何かって終わらせようとしてんの。じゃあこの辺か、もうちょいか、駐車場のあたりか、まだかいいのか。といったところでですね、今回この辺で終了いたします。モッド車両あんまり多くなるとゲーム重くなっちゃうかな。まあいいや。まあリクエストをいたしましたら、いたしましたらじゃねえや、誰に向かって敬語してるんだ。リクエストいただきましたら何でも、実行いたしますということになっておりますのでよろしくお願いします。ではでは、次回もまたサンガンブラスで会いましょう。さよなら。バイチャー。Try